はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回はアルファゼロ VS エルモの100番勝負の中からハブリオがチョイスした10曲の中の1曲を並べていきたいと思います。先手がアルファゼロ、後手がエルモですね。ということでやっていきたいと思いますね。まあ、2六歩から2五歩とこうお互いに飛車先を伸ばし合っていくんですが、9六歩がちょっと面白い手ですね。で、3二金、3八銀と8六歩を誘ってるわけですね。まあ、8六歩すぐ行っても全然いいんですが、まあ、同歩同飛車に7八金と受けて、まあ、お互いに、まあ、飛車先を交換し合うような将棋になるのかなという感じですね。まあ、7八金に8七歩は9七角と出て、飛車を逃げると5三角成があるから成立しないということですね。このための9六歩で、もし9六歩ついてないと、ここで8七歩打たれて終わっちゃいますね。で、まあ、7八金に8四飛車と引いたら2四歩交換できなくなるんですが、それはそれでまたこの3八の銀を生かした攻撃の筋があるのかなというところですね。ということで、後手は飛車先を交換せず1回は9四歩と受けていきました。で、7八金、7二銀と駒組みが進んで、ここで2四歩と突っかけていくわけですね。3四歩をちょっと待ってたようなイメージもあるんですけど、その辺どうなんでしょうかね。で、6八玉と上がっていきまして、ここで後手もかなり手が広いですね。3六飛車とこの歩を取ってしまう手も全然考えられまして、一例として例えば8二歩なら9三桂と活用しておいて、これはちょっと後手の方が若干リードなのかなというイメージですね。で、2号飛車と引いて8号飛車と展開するような手も十分考えられるんですが、3三桂とどうぞやってくださいと、堂々と催促されまして、で、8号飛車に2八歩と激しく攻め合ってどうなのかなというとこですね。まあ、先手もいろんな有力手があって、まあ、3七銀と上がる手ですとか、まあ、8三歩と垂らす手とかいろいろあって、これは本当に難解な形勢だと思いますね。若干後手が押しているのかなという印象もあるので、まあ、3六飛車の時に何か別の手段を取るかもしれませんね。まあ、ということで、まあ、3六飛車も十分考えられたんですが、本譜8五飛車と引いていきました。これほっとくと8六歩と垂らされてしまうので、まあ、8七歩と受けるかなと思ったんですけどね。なんとアルファゼロの指し手は7六歩と、ここついていくんですね。まあ、これすごく怖い手で、8八角成から3三角という手が見えているので、かなり読みを入れないと指せない手ですね。で、案の定エルモが8八角成から3三角と挑発に乗って、この飛車と銀の両取りをかけていくわけですね。で、アルファゼロも当然2一飛車成と飛車を逃がしつつ桂馬を取っていきました。で、8八角成ですね。これ同金と取ると同飛成でもうほとんど終わりと言ってもいい局面なんですが、ここで7七桂馬が8号飛車の位置を見越したギリギリの受けですね。これでわずかになんと先手が指せるというのがソフトの評価値でございました。似たような将棋が確かプロの将棋でもあったような気がするので、まあこういうものを参考にしているのかなと思います。アルファゼロとエルモの棋譜が公開されたの自体は本当に昨日とか一昨日の話だったんですが、フラットゲートというところで毎日もうたくさんのコンピューターが将棋指してて、こういう将棋もあったと思うので、それをプロの先生がこう参考にして実践に生かしていくっていうのが近年の主流になりつつありますね。ということで、こう、7七桂馬まで行った局面で、まあ、7八馬と切る手、そして同馬と取る手、2つあるんですが、飛車かわす手もなくはないんですけどね、それはちょっと先手が良くなるということで、本譜、同馬と切っていったんですけどね、ちょっと7八馬の変化も気になると思うので、少し見ていきたいと思います。まあ、これは当然同玉で、8九銀ですね。で、6八玉とかわして、8八飛車成に5九玉とギリギリ耐えていくんですね。まあ、先手玉がめちゃくちゃに攻められて負けそうなイメージがあるんですが、右の方まで行ければ、小美濃囲いに潜れて結構硬いというところですね。
で、後手もここで攻めあぐねてしまうと、2四桂とか来て、ちょっと手負けになってしまうと。で、7八銀成と、詰めろをかけていくんですが、これ仮に、ほっとくと、6九成銀から6八金で詰みますね。まあ、先手は当然こう、4八玉とかわしまして、で、7七成銀に3七玉と。これで、一応安全地帯に逃げ込んで、若干先手がやれるという感じですね。まあ、先手からはやはり2四桂とかありますし、まあ、後手からの攻めもいろいろ厳しい手はあるんですけどね。例えば、4五桂から2六歩とか、これ一応詰めろにはなるんですが、で、同流なら、攻めの駒が王様から遠ざかって安泰というところなんですけどね。まあ、1五角から、こう2六角と竜を戦線に残しながら角で抜いてしまう手があって、この展開はわずかに先手がやれるというのがソフトの見解ですね。まあ、次に5四桂が厳しいですね。はい、ということで7八馬と切る手も非常に有力そうなんですが、断念して同馬と取っていきました。これも怖い手ですね。まあ、同金は8八飛車成がありますし、で、本譜同玉と取ったんですが、8九飛車成で、まあ、次の6五桂ないし8五桂が非常に厳しそうですね。ただ、まあ、ここで受けても一手一手になってしまうということで、アルファゼロがもう覚悟を決めて2四桂馬と打っていきました。これがすごい強い手で、まあ、7八の金はもう見捨てるという意味ですね。で、エルモも8五桂と猛然と食らいついていきまして、仮に6八玉と引くと、7八竜で、これは詰んでますね。5九玉は6九金、同玉なら7七銀でどこに逃げても金打ちまでという詰みになります。ということで、金を見捨てて6六玉と、まあ、これは2四桂と打った時からの読み筋で、もう7八の金はどうでもいいということですね。で、実戦は7八竜と取りました。7八竜だと3二桂成があるということで、実戦は一回4一銀と受けていきました。で、ここで7八竜なら何が起こるのっていうのをちょっと気になると思うので、それも少しやっていきたいと思います。で、7八竜ですね。ここに対しては3二桂成と取る手が、静着で、これでわずかに後手の攻めが届かないというのが、読み筋ですね。一例として例えば6五銀と追っていく手があります。これ対応を間違えると詰んでしまうんですけど、まあ、仮に同玉だったら6七竜で合駒して6四金で、5五玉も5七竜と追われて、やはり合駒すると5四金4五玉とよろけても4四金という感じで詰んでしまいますね。ということで、6五銀には5五玉と逃げて紙一重助かっているという感じになっております。で、7六竜なら3一竜から5二金が決め手になりますね。同玉なら4二竜だし、同金も7一銀ということで、7一玉とかわすんですが、一回6六銀としのいでおけば、これで一手開けば8七歩が必死級の手になりますからね。で、ただ6六銀にもやはり怖い変化がまだあって、それが6七竜と銀を見捨てて取る手ですね。で、これで仮に放っておくと6六竜から詰まされてしまいますし、6五銀と取るのも5七竜でやっぱり詰んじゃうんですね。なのでこう、6七竜が非常に怖い手で、最後の勝負どころになるんですが、やはり6六の銀を見捨てて4六玉と安全地帯に逃げ込んでいくのが静着で、これではっきり先手の勝ちということになります。ただいろいろ本当に怖い罠がたくさん潜んでいて、本当にギリギリの終盤という感じですね。あと、まあ、3二桂成のところで銀じゃなくて金と打つ手もあるので、これも少し見ておきたいと思います。で、同玉に、6七竜ですね。で、合駒すると6四銀で詰んじゃうんで5五玉なんですが、先ほどと同じように5七竜と追っていく手がございます。ただ今度は持ち駒が銀なので4五玉とよろけてわずかに詰まないということですね。4四銀は3四玉でセーフティーということになっていきます。ということで、本当にギリギリの変化がたくさん潜んでいるんですが、まあ、6六玉でわずかに先手がやれているということですね。ということで、この7八竜を断念してエルモが4一銀と受けていきました。
で、3二桂成は同銀と竜に当てられてしまうので、一回アルファゼロも6八金と冷静にかわしていくんですね。で、7九竜に5八金寄りと持ち駒の銀を使わせたことによって、まあ、かなり攻撃力がそがれているということで、まあ、冷静に金をかわしていって十分と見てるわけですね。まあ、このあたりの激しい変化をはらんだ緩急の付け方っていうのは本当になかなか真似できないところかなと思います。で、ちょっとエルモももう持ち駒が歩2枚しかないので、2七歩とね、ちょっと一見ぬるそうに見えるんですが、ここから攻めていく感じになっていきました。同金は4九竜だし、ほっとけば2八歩成から3八と金が結構早いので、万が一バカにできない攻めなんですね。ということでアルファゼロ8三歩とこう攻め合っていくんですね。同銀はちょっときつい利かされになってしまうということで、2八歩成とエルモが攻めていくんですが、よく見るとこの2一に竜がいるので3二桂成が効くんですね。で、3八とは4一成桂でちょっとはっきりアルファゼロの方が勝ちそうということで、まあ、8三歩と連動して強撃になってしまいますからね。同銀と応じていったんですが、そこで2一の竜を生かして2八竜と取るわけですね。これで、まあ、後手玉もそこそこ安泰になった代わりに、先手玉も非常にこう安泰になったと。あとはもう王様を右の方に寄せていけば自然に勝ちが見えてきますね。で、アルファゼロが5四桂馬と打っていきま、あ、エルモですね。エルモが5四桂馬と打っていきました。これでまあ5五玉は7六竜ちょっと気持ち悪いんですけど、5六玉とかわして、で、7六竜に6六金と惜しみなく投資して、これで、で同桂同歩の局面が受かっているということですね。で、6五金は4六玉から3七玉と落ちる手があって、はっきり大丈夫なので、一回こう7七桂成と緩めていきました。ここで8二歩成もあるかなと思ったんですが、まあ、2二角と、こう6六の地点を補強しつつ、1一角成の強取りを見せていきましたね。で、ここでエルモもちょっと指す手がないということで、8三銀と取っていくんですが、そこで4六歩と、この空気穴を作って、4七に逃げ込む手を作って、万全の体制となりました。で、7四銀とこう、必死に抵抗していくんですが、そこで4五桂馬と、もう王様の安全度を確保したところで、万全を期して攻め合いに行くんですね。で、ほっとくと5三桂成が厳しいので、一回5二金と受けるんですが、そこで4七玉と、まあ、玉の早い逃げ、8手の得ということで、引いていきました。で、6七成桂と迫るんですが、ここはもう、次、金取られても大したことないので、7二歩と小技を利かしていきましたね。次、7一歩成が入ると、強撃の体勢となってしまうので、まあ、6一玉とかわしたんですが、そこで7二歩と連動した8二角が厳しいですね。まあ、ほっとくと7一歩成なので、7二玉なんですが、まあ、9一角成と、まんまと香を取ることができました。この辺、本当にアルファゼロが巧みにリードを広げてますね。で、4四歩と抵抗していって、まあ、同角成は5四金ということでしょうか。5四金から4四歩というような攻め筋が狙いだと思うんですが、3三桂成がまた落ち着いてますね。で、4五歩と。必死にこう、エルモも盤上の駒すべて活用して攻めていくんですが、8二歩が厳しい手ですね。ほっとくと、8一馬というよりは、8一歩成から8二馬があるので、まあ、5八成桂から4六歩とガンガン攻めていくんですが、まあ、3七玉でちょっと足りない格好ですね。金、銀、そして竜が非常に手厚い格好になっていて、まあ、攻めは9一の馬と8二の歩で間に合ってますね。ということで、まあ、7八竜と金に当てていったんですが、6八桂がまた読みの入った手ですね。普通はなんか5九香と受けそうなところなんですが、この7二の王様が8三8四とスルスル逃げていった時に、桂馬がここにいた方が7六の地点をこう塞いでいる意味があると、おそらくそういうことだと思いますね。私だったらもう何も考えず5九香を打ちそうなところなんで、6八桂は参考になりました。で、6九竜と追撃していくんですが、そこで5九香ですね。
この系統橋の壁が非常に手厚い形で、エルモの攻めが今一歩届かないと。で、2ナフと叩いていきました。で、同流に4七金とね、もうちょっと8一歩成から8二馬の確実な攻めが見えている現状、エルモ側としてはゆっくりできないということですね。で、同銀、同歩成、同玉、そして9三桂馬と、ちょっとね、もう攻めがないということで、なんとか上に逃げる準備をしていくんですね。で、アルファゼロが2五竜と、自陣の竜を活用しながら、この、8三玉、8四玉、8五玉という逃走経路をシャットアウトしようとしたところですね。で、4六歩、同玉、4五歩と、なんとかエルモも嫌味をつけて頑張ろうとしていきますね。まあ、同竜に5四銀で、先手玉の上部を塞ぐ、こう、置き駒ができたと。で、1五竜、7一金ですね。まあ、7一銀で8三玉は、この1号竜の利きが強すぎて、8一歩成で逃げ切れないということで、まあ、ここに金を使うようではだいぶ苦しいんですが、もうなりふり構っていられないということですね。で、先手も8四金と、こう、冷静に置き駒していきまして、これで、ほっとくと8一歩成同金、7三金の筋がありますので、ちょっと、それだけは許せないということで、8九竜と当てていきました。7三金、9三金かなと思ったんですが、7六桂馬が、先ほど打った駒の活用で非常にこう効いてますね。ここまで見越して6八桂打ったとはちょっと思えないんですけど、まあ、アルファゼロのことだから、それもあるかもしれませんね。本当に素晴らしい二段活用だったと思います。で、1四歩と。まあ、なんとかこう、後手としては、5段目から竜の利きをずらして、上に逃げていきたいところですね。で、2四歩と。これで、ようやく5段目からずらすことができたので、7の5を銀とこう、なんとか上に行こうとするんですが、8一歩成が厳しいですね。ここでは9三金と取る手ももちろん有力そうだったんですが、8一歩成とアルファゼロ決着をつけに行きました。で、7一とですね。まあ、同玉は8三金とかでダメなので、当然8三玉と、かわしていくんですが、同玉は8二金とかですね。なので当然8三玉と逃げていくんですが、7五歩と退路を封鎖していきました。ただ何も効いていないので同銀と取って、これで逃げ切れるかなと思ったんですが、まあ、6五金がまたこう3四の竜を生かした寄せですね。まあ、同銀は8四歩があるということで、5五金と無理やりこう金をずらしていくんですね。で、同銀、同銀に。まあ、同玉は5四金で、竜の利きを反らしながら、王手されてしまうということで、3七玉とかわしたんですが、そこで4四歩と止めていきました。これでまあ、なんとか、竜の利きさえ止めてしまえば、上に行けるということですね。で、先手が6五金と打っていきました。これちょっと7六の桂馬がタダになるので、なかなか見えづらいところなんですが、7六銀に7五金が狙いということですね。これで、次の8四歩と7六金の筋を見せて、その狙いが一遍には受からないということで、非常に、こう6五金、うまい手だったなと思いますね。で、後手は一回4五桂の王手を利かして、王様どこかかわしたら、その時に指し手を決めようということだったと思うんですが、なんと、同竜と取って決めに行くんですね。これ本当にすごい手で、同歩で、先手陣にも結構危険が及んでしまうんですが、もう大丈夫と見切ってるわけですね。で、3二成桂と攻めを催促しながら、5五角成を見せて、7二銀の詰みと5五角成を見せていくわけですね。で、当然、エルモも4六銀と一回王手するんですが、2八玉で詰まずに、はっきり先手の勝ちが確定いたしました。次に9二銀、7二銀、それを受けても8四歩というような感じで、攻めが止まらないというとこですね。で、一例として、まあ、8二金と受けるような手もなくはないんですが、まあ、これもちょっと、まあ、8四歩から、同竜、8二馬、同玉、8四金が一番簡単でしょうかね。おそらくまあ、8二金の局面で詰みもあるかなとは思うんですが、まあ、特に詰まさなくても問題ないと。いう感じですね。ということで、本譜3八金から適当に王手して、まあ、ここはちょっとソフトの悪いとこですね。
もう全く詰まないのに、最後の最後まで王手して、で、9五歩と逃げ道を開けていったんですが、8二馬がちょっとかっこいい決め手で、同玉に8一飛車取って、即詰みで終了ということになりました。まあ、ということで一局落として、本当になんか、プロの実戦にもそのまま出てきそうな序盤から、中終盤、ほぼ完璧な受けでアルファゼロが勝ち切ったという素晴らしい将棋だったと思いますね。まあ、ちなみに最後8二馬に9四玉は9五歩で詰んでますね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。羽振り王が選んだというだけあって本当に素晴らしい将棋でしたね。でまだあと特選譜9局ありますので、そちらも並べていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに昨日並べたやつは特選譜には入ってなかったですね。まあ、入ってなくてもあれだけのクオリティということで、まあ特選譜、この後またどんな将棋が見られるのか楽しみにしていきたいなと思っております。それでは失礼いたします。